あくまでその TYB のクルーっていうのはもうファミリーっていう東京ヤンギム場に入るとい意味はこれをしなきゃいけない いやいやいやマジでにむしろ茶割り茶割りは飲む茶割りだよっていうよりも俺はもうトラビス・コットが好きだ俺0.05%のトラビス・コットユーザーって出てきてあじゃあもうファミリーだって勝手にね日本企画のティンバーランドの撮影をしたんですよそれを見てくれたみたいで本部の方でもし他にティンバーが写ってる写真があるんだったら全部送ってくれでその権利を交わしてくれっていうそれで言うと3人とも海外ヤバくないですか オーストラリアに住んでるとき、やっぱヒッピーになりがちなんですよ、強欲って曲があるんですよ、ヒデオ毎朝聴いて、<laughs> めっちゃ寒い気持ちで、<laughs> もう朝、チャリ走る。はい、ということで、今回のゴールデンアッシュポッドキャストのゲストは。 東京ヤングビジョンからお三方来てもらってます。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと一人ずつ自己紹介しますか、はい。えー、っとフォトグラファーのウランです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。音楽やってます。ヤングダルです。お願いします。ミュージックビデオのディレクターやってます。健晴木です。イエーイ。やばい。いやなんか <laughs> あの個人的にはやっぱその。 音楽の方の東京ヤギビジョンはすごいしてたんだけど、このクルーがいろんな人がいるっていうのを知らなくて、でそれが俺結構意外だったというか、どういうぐらいどういう人がいるんですか？いやまあその本格的にクルーっていうのも小我ましいですけど、みんな各自でやっぱ結構やってるから、まああくまでその TYB のクルーっていうのはもうファミリーっていう枠あくまで本当にプライベートでも遊んで本当に。 みんなでサポートし合うっていう時にちゃんと集まってやってるっていうのがまあリアルな話でそ,うそれ以外は本当にいろんなアーティストも写真も撮ったりするしこっちも海外のアーティストのビデオ撮ったりするからまあなんか TYB って言ってもあくまで本当ファミリーっていう枠でやってるまあみんないつもサポートしてくれるからいちいちチームなんだけどなるほど,えどういうきっかけで皆さん知り合ったんですか ういきっかけバラバラめちゃめちゃバラバラですねええそうなんですか僕と県なんかは地方なので地方なんすかお台場じゃないですかはいはいはいこの仲間たちでやっててで僕らなんかは上京してきてで遊び中でみんなとそれこそみんなと出会って一緒にやろうよ本当もうその延長線上だけで遊びの延長線上みたいなホンにそれだけいですねえそうなんだホンにクラブで遊んでてはいはいはい っての連続でしたねそれを続けて続けて遊んでるうちにめっちゃ仲良くなってじゃあ一緒でやっちゃおうよみたいなそういう感じなんだ本当トそのノリでしたなんかあれとかあるんですか東急ヤング場に入るためにはこれをしなきゃいけないみたいないやいやいやないよマジでホンにむしろ茶割り茶割りは飲む茶割りは飲めた方がいいたその プレイヤーそのラップするやつらしかいないからやっぱりこうやってなんつうの写真撮ってくれたりとか動画をちゃんとミュージックビデオを撮ってくれるっていう仲間が、まあ、本当に必要だからっていうもう本当になんざっくりした考えだけど、うん、もうそのもとみんなで合致したって感じっすね。えー、なるほど。うん、なんかこのなんかグルールとかあるんですかルルルルールのルーールーのフ、うん、ファァミミリリールールみたいな とりあえず愛じゃない愛を人に伝えるっていうところがルールかなって思うんですけどねそれ以外は別になんだろうとりあえずとにかくみんなマジで優しいですね本当に人としてめちゃめちゃ男にも女にもすごい優しいんで優しさは大事だよね優しさだね基本は優しさだえええみんな同じタイミングでこうんかじゃあ俺は ファミリーの一員だみたいな感じだったんですか。なんかどうどういう感じなんのかな。全然別。ですケノが早いし、ね、俺なんか最近だもん、ね。俺多分誰とかと会ったのが六年五六年前だよね。<laughs> 5, 多分ぐらいで。<laughs> は,いはいはいはい。たまたまなんかのライブに行ってたんですよ。はいうん、仕事じゃなかった。多分撮影かもしれないですけど、ライブ行っててその帰りになんかちょうどそこがゼップだったんですよ。はいえー、お台場近くてはい、はい、友達になんか紹介したやついるみたいに言われて、はい、で行ってみたら。 なんかインスタとかでそもそも見ててで俺めっちゃそのダルの笑顔がやばい好きでで会った瞬間に言ったんですよ「お前の笑顔マジ好きだわ」ってそっからハグして家族に会ってきなに「ワイン飲んだねワイン飲んだそのひたすら飲んででもなんか本当にそういう感じなんかやっぱりヒップホップグループだからなんかその クルーとしてみたいな色々あるけどやっぱりなんだろう、うん、別に最初から言おうが、うん、途中から来ようがうん,、うん、なんかやっぱりそれはなんかさ音楽と関係なくてなんかもう友達としての最初はからどんどん始まっていくもんだと思うからそこはねむしろそれをちゃんと重要視した方がいいかなと思ってこうやってまあ 今回 TYB 巻きたいになってるけどでもまあそういうこともう完全に TYB だけどもう超えうてもうみんなファミリーだからこうやって今回もこういうエキシビションが作れるかなっていうのは確かに普通に多分なんかラップクルーを例えばじゃあインタビュー来てもらうとかなったらやっぱ多分ラッパーしか来ないと思うんですよ,そですよねそうそうすよだからすごいだってフォトグラファー、うん ララッパー、ービデオグファこういうんかチームとかでなかなかないなと思ってそ身内で全部完結はできちゃうそうですよねねえいろいろ大変だけどそうまずはやっぱりこうやってみんな集まった限りはみんなでできる限りのことをやろうっていうのがもうずっと前提だからそうですね確かに完結できるのは熱いっすよね完結できますね だって曲作る、ミュージックを取撮る、プロモーションなんかわかんないけど、アルバムカバー撮るとかあったら、やっぱ他にお願いしなきゃいけなくなったりとかするけど、やっぱみんなそこできるから。そうですよね。そうですよね。できちゃうっていうのが僕らの強みだと思います。なんか新世代って感じだな。だいぶね。新世代結構 <laughs> ね。 歴歴長長いいだから本んとにねなるが入ってきてもそうだしもうみんなが可能性を感じてるからもうどんどん行きなさいってなってまあもう言えばどんどん行っちゃうからみんなその繰り返し剣もそうだしそれをんかねんか直で見ててやっぱみんな食らっちゃうしどんどん食らわせていこうみたいなその連鎖。そか い,いなえちなみにみんなでやったなんかこのプロジェクトの中でお気に入りのプロジェクトとかあったりしないですか ?1 人ずつあるですか1人ずつお気に入りのプロジェクトとか <laughs> 最近の最近のでもいいし過去になだろうね大変だもんだっだろうね。何のビジでってことですよね。うん。まあ個人の話も後からしたいんですけど、うん、まずなんかそのファミリーとして。 なんかあるのかなと思ったんですけどして結構ありすぎちゃってね <laughs> 結構でも本当 MV 自分撮っててそのなんか MV 作るのにいつもあったら仕事でやるんですけど結構仲間内のやつとかは本当なんか自分の,、うん自分の なんか自分たちの日記みたいに MV として作ってそのやっぱ思い出とかあっても記憶としては結構すぐ消えちゃうじゃないですかだからそれをまあその MV とか見て結構思い出せるんですよの昔の思い出とか,かすごい自分は日記みたいに作品としてこうみんなの音楽をつあの映像として作ってるですね。その中で言うと やっぱ沖縄にみんなで一回遊びた、それだわ。沖縄にみんなで遊びって、沖奥っていう曲が、Exactly。その時の思い出はやばい。いや間違いない。深かったよね。結構刻まれちゃったけ。そうなんだ。確かそうだね。もうあそこが全部な気がするかもね。そ相談して。あれはねもう誰がこう行こうぜってなったとかあったんですか。この人です。誰くんだ。はい。 僕ともう一人いるんですけどそうですね基本は自分たちでみんなで行こうみたいな話がどんどん広がってでそれで16人ぐらい16人でお金をったんだしかも1週間う本当に家族旅行楽しそうだな3年前ぐらい3年いや2年前ぐらい2年前ぐらいで本当ん MV とか撮る予定もなくてたまたまあっちでオズくんとクジャくんとなんか 一緒になんか遊びで曲作ろっかみたいな感じで自分たちの住んでるエアビで撮ったんですよ。うん、でまあ飯食ってねみんなでそしたらできてた撮っちゃえばよくないみたいになって,てほん旅行で曲も MV も全部完成させたんですよ1週間それはすごいやばいですよね、うん、あれももすごいもうだって 百万生っっっったたすすよよねねてましいいい思出ビデオそそかうロケ地とか協力してくれるエキストラとかも現地で集めて連絡とかあと道に歩いてるおばさんとかに話しかけたりして。 撮影なんかいいとこないですかみたいなそうそうそうそその人の知り合いのタトゥーショップバーバーのお店の知り合いの外国人のお店があるからそこも使っていいよとか言ってタダで使わせてもらってマジホントにストリートで出会った人と話してみたいな感じでしたねそれ思い出だわ大丈夫です大丈夫ですそうなんだえ何やったんですか沖縄でその撮影とかもすると思うんですけどもともとは なんか旅行で、本当に旅行でもうなんか本当に一般的なダイビングとかスキューダイビングみだらスキューバダイビング一日目行ったもんね二日目日目か二日目かそのほか何何言ったっけいや基本遊んでたよそうそう基本はでも飲んで遊んで曲作ってうん 超やばかったそれやばいすねじゃそこが結構めっちゃ後から俺も今日さっき見たんですよ実は時々見ていいなと思いながら見たんですけどすげえいろんな人映ってたからすげえなみたいなあれもやっぱ大体みんなファミリーなんですか大体もう現地で現地ででやっちゃう感じでやっちゃう感じでダンサーとかもいたっすよね女の子とか。ダンサーさんもが なんか、二日撮影してて、一日目に僕ら、その身内だけで撮ってたんですよ。そしたら、二日目、もうちょい素材欲しいよね、みたいな話に <laughs>、うん、なった時に、ケン君が、ちょっとダンサー欲しいわ、って言い出して。そんな無理じゃん、みたいになるじゃないですか。確かに確かに、急でもねでも。そう、でもまあ、ちょっと頑張ってみようって言って、<laughs> みんなでとにかくダンサーの友達に連絡しまくって、<laughs> <ー>もう、昼の午後の3時に、次の日の午後3時だったんですけど、ほいほい前の日の夜中の3時に、だから12時間前とかに、うん 電話しまくって、東京のダンサーの友達とかに、誰かいるって言ったら、みんなが連絡してくれて、<ー>で、沖縄のダンサーも連絡つないでくれて、<ー>で、やりとりして、次の日来ていただいて、なるほど。みたいな感じでした、ね、すげえな。もう本当にバイブスだけで、メロ、はい、作っちゃったみたいな。なね、すげえな。<laughs> 大丈夫 大大丈夫大丈夫夫 <laughs> すごいなちなみにのスキューバーダイビングの話戻るんですけどぜひなんかスキューバーダイビングをする前日にもう多分本当に遊びすぎちゃってもう全員ゾンビみたいな状態だったんですよでも船にもう全員本当下向いてて全然楽しそうじゃないんですよでも潜ったら一気に変わっちゃったんだよね変わっちゃったでそれのリリックに入ってるんですよそうですよね潜り深いあれですよね <laughs> そうそうそう。やっぱやばかったですか。やばかった。魚が結構いてみたいない。なんかね、魚っていうよりももう普通にその身内がまあみんなスキューバしてる絵が。週 <laughs> 何人ぐらいいるの、ね？<laughs> そちらだ。やばくてそちらだ。そうそう沖縄までみんな一緒に行ってやっぱり潜って。うん、でその時本当に面白いのがビッグマイクが誕生日で。あそうだ、うん、その誕生日のサプライズをそのスキューバしてくれるスタッフさんたちがサプライズをやってくれてて。<laughs> はいはいはい で気づいいてないわけよそれを中でこう「誕生日おめでとう」みたいな言われてんのもうみんなもう、うん、切羽詰まってるから <laughs> もう気づいてないんだけどなんかそういう絵すらめっちゃエモくて <laughs> そうそう何かそういうのがリリックになっちゃったなっていうから <laughs> そうなんだ、うん、えリリック書く時ではやっぱそのもうおっ怒ったことをもうそのまま書くのが多いいやでも最初は結構 こう見えてなんかほんと直感でフリースタイルみたいに、うん、やってでそっから歌詞埋めていく感じなんだけどまあでも時置に関してはそんなになんか結構ラフに撮っててで俺がなんかほんとトラビス・コットみたいにさあのこう毛布みたいなのかけてさこう撮ってたわけずっと。パッて撮ったらケンがいてケンが俺にちっちゃい声で「いやお前天才だよ」言われた瞬間に「あもうマジかますわ」ってなってなんかほんとにめちゃくちゃなんか。 そそうそう頑張ろうって思えた瞬間だったっていうか<ー>そういう遊びながらもいろんなこと経てでなんかみんなでその宿戻って機材もあるからもうレコーディングするみたいな時もうなんかね前の話っていうよりも,もう今その沖縄にいる時の情報量多いからそれをもうすぐスピットしようと思ってやったって感じかな。えー えちなみになんですけど、なんかじゃあどういう感じの役割でもちろんそのビデオグラファー、フォトグラファーとかあるんですけど、うん、多分みんなで何なかやるなると思うんですけど、うん、誰がこの発起人としてこういうのやりたいみたいなとかあるんですか え逆にビデオこういうビデオ撮りたいからこういういことやれないとかあるんですか？あなんか昔 How is the weather っていう曲があってそれとかはそのもう結構前に出てたんですよその曲自体がでもなんかたまたまなんかかななんか夏大学生でいう夏休みの期間あるじゃないですか,かその期間ぐらいに多分なんかそれを聞いててめちゃめちゃなんか,なんか 草原とかで撮りてえなってなってきちゃってみんなに連絡して撮ろうみたいになって別荘、えー、とかに行って撮ってきたんですけどそういうなんか始まり方もあってでも基本はみんなアーティストが、うん、TYB のメンバーがみんなその曲出すタイミングだったりとかでみんな動き出したりって感じかな、うん、なるほどな。 ど、どうなんですか、フォトグラファーとしては、やっぱ、みんなの生活を取ってる感じなんですか。どういうことですね。感じです。ずっとカメラ持ってみたいな。いや、僕、そういうタイプじゃないんですよ、意外と。<laughs> 結構、仕事以外は、カメラ持ち歩けない。へええ、ねはい。え、逆に、なんでフォトグラファーやろうと思ったんですか。なんかあったんですか。なんか、本当にきっかけがなくて。<laughs> なんか、地元を。<laughs> 僕、茨城なんですけど。茨城だ。はいはいはい、の、クラブでずっと遊んではいて。で、一緒に遊んでた友達とかが、結構、地方って、前座のライブとか、はいはい、ゲストライブの前に、前座でライブするアーティストがいっぱいいるんですよ、はいはい、若い子たち。が、みんな友達でいて、はいはい、で、その子たちが、その、写真を撮ってほしいって、俺が持ってたデジタルカメラだったんですけど、服を撮るように撮ってた写真、そのカメラ。で、 その友達たちがみんな撮ってほしいっていうからそれをふざけて撮ってたらかっこいいと言ってもらってしたら地元でそれがみんな撮ってほしい撮ってほしいってラッパーで撮ってたらクラブゴールドっていう土、うん、浦,浦にあるんですけどそこ結構いろんなアーティストがゲストで来るんで来るアーティストを毎回撮ってたりしてて<ー>そうなんですよ。でそれこそ ノームコアの時にみんなが来てその時僕は撮影入ってたのでみんなと出会ってみたいな感じですねそのままで上京してきてそのまま上京してきてすげえなそれその勢いで仲良くなっちゃったはい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 もうおいでよみたいな東京そうおいでよみたいなでも勢いで僕も行っちゃおうと思って行ってそれこそ一人とかでクラブに遊び行ったりしてたらみんながいるのでそっかそこで出会ってみたいなへえなるほどねノームコア もともと撮って,てましたよね、ノムコーの時代とかもね、ノ、ね、ームコーンはもともとどういう感じだったんですか、始まりとかもいや始まりはもうめっちゃラフで、はい、本当地元のもう仲間たちだけで集まって、でまあ、スパートだけ、ちょっと新宿の方なんですけど、でもそのラップ本格的に始まる前に、おさみ、はい、みんな年齢バラバラなんだけど。あそうなんですね そうううそそそれでまあ年齢バラバラだけど、うん、そのなんだろう音楽好きなやつらが集まって最初はもうサイファーやったりとかうん、うん、もうそういうので始まったね。えー、でそっからまあなんだろういろんな時代あるけどうん、うん、まあ、とりあえず俺たちちゃんと音楽作ろうよみたいになってそっからちゃんと音楽作り始めたタイミングでまあ剣とかもあったりうん、うん、でどんどん進んでいくにつれてまあ ウランが、そう、こうやって写真撮ってくれたりとか、本当に結構ラフな感じで始まったよ、はいはい、マジで。じゃあもうずっと遊びで。ずっと遊び、最初は本当に遊びでしかむしろ仕事をもらってなかったっすね。<laughs> あ、そうなんだ。上京してきて、本当ハーレム、例えばじゃあ、うんうん、もともとビジョンがあったので、はいはい、ビジョン行ったり、ハーレム行ったりして、はいはい、繋がったアーティストに直接仕事もらったりとか、本当、それをやりまくって、だったので、その関係でしかないです、ね、も最初とかはずっと。 ケンもそうですね。なんか。ケンとの出会いも、クラブで仲良くなって。あ、そうなんだそう、そうして写真撮ってるみたいな話したら、今度、え、現場遊び来てよ、みたいな。今一緒に。ほん僕、その時まだ考えてそうなん今一緒に。ええ、どうですかでも2年前とかだよね。全然2年前ぐらいの、本当冬とかに、初めて現場遊び行って、そしたらその初めて行った現場で、僕の写真を使ったミュージックビデオ撮ってくれたんですよ。 ほんと僕、ファッションキラーじゃなくて、違うんです、ね、もっ別の。はい。一さんの曲だったんですけど、はい,はい。ああ。それで使ってくれ。ショ,ショットってやつですか違う。いや 全然1100,000万それの写真を初めて使ってくれてそっからですねもうケンが毎回呼んでくれたのでそうなんだもうほんと僕何でもなかったんですよカメラも初めて半年だし上京して3か月とかでははいいまだ何もほんと実力も何もなかったのでその時に声かけてくれてほ本当今があるみたいな感じですでもほ本当にマジでなるにも超助けられてそうなんですね なんだろうそう人と人をつなげてくれるタイプとしてめっちゃなんかいろんな人をつなげてくれたりとかそういう自分意外にその同じ業界の人と出会うことがあんまりなくてあそうな本当はなんかご飯とか行きたいんですけど、はい、<laughs> なんかマジで自分もシャイなんで。 んあんまりそういうつながりないんですよ自分の周り身内のスタッフしか業界の人いなくてだからなんか TYB もそういう業界人って自分しかいなかったんで<ー> <laughs> なんか「本当になる」とか来てくれてめちゃめちゃそういう話とかできたりなんかその自分の知らないことを教えてもらったりとかすげえなんか助かってて。 えー、<laughs> だから本当になんか必要としてる人が毎回そのタイミングでポン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 こう周りに増えてくるからはい、はい、<laughs> 本んに引き寄せてるんだろうなと思って何かを。なるほど面白いですね。なな、うん、なんんんかかかそれすごいなんかなんかいい やっぱその俺とかももともと映像畑でとかで結構ずっと一人でやってきたところがあるんだけどやっぱりその周りとかでやっぱそのアーティストがいてフォトグラファーがいてビデオグラファーがいてみたいなそういう関係とかすごい羨ましいなって俺個人的に思ってるし多分映像とか写真やりたい人アーティストやりたい人っていっぱいいると思うんだけどやっぱこのお互いを高め合うじゃないけどなんかそういう関係ってあんまりないのかなっていうそれがすごい成功してる例というかゃパワーはもらえますねやっぱり。そうなんですね 超、うん。悔しかったです、僕とか最初。あ、そうなんですかもう本当だから何もない、上京して3ヶ月とかで、みんなと仲良くなって、はい、一緒には動いてるけど、はい、僕は本当に何もない、ただの。うんうん 東京ヤング以上の周りにいるカメラマンの子だよねっていう認識で多分やってたの。それが超嫌で。だからみんなみたいにその自分の名前で売り出したい。うん、ちゃんと。っていう気持ちがみんなといたら超強くなってなるほど、なるほど。だから本当最初の1年とかはもう悔しい気持ちだけでずっと。そうなの一緒にいると、やっぱ扱いが ちゃんとそのアーティストの扱いされてるのとかを見てて超悔しくて絶対同じとこ行ってやろうって気持ちでもうほんと反抗チしなきゃ1年間やり続けて <laughs> 今こうして今こうして一緒にやれてるのでもう嬉しいですよんほんとにそれなんかめっちゃインスピレーションになると思ういやもうほんとに一緒にいる仲間とかその環境とかってめちゃめちゃ変わるなっていうのはすごい感じますね、うんう ちなみになんかあれとかあるっすかその、コツじゃない、アドバイスとかかわかんないですけど、やっぱ業種が違うから、多分いやみんなやっぱクリエイティブじゃないですか、うんうん、アーティストとして自分がやりたいこととか、うん、多分あると思うし、でも、やっぱそ,そのお互いの多分個性も強いと思うし、こうどうお互いこうやってんのかなって、折り合いつけるのか、どうやってんのかなって、そういうのもめっちゃ気になるなと思ったんですけど<ー>でも、とりあえず自分の意見は全部言うよね、うん、ちょっとやりたいことを全部言った中で、うまくすり合わせていくとか。うんうん、そうね やっぱ長くやってるとどんどん強くなっていくるんですよ言い方とかも。俺とか本当になんかもう昔からなんですけど撮影中なんか次これ撮るよみたいな指示があるじゃないですか。それも 全員喋りすぎて誰も聞かないみたいなめっちゃあって昔は <laughs> 最近もうすごい成長してきたんですけど <はい S 1> もうマジでこっちで誰るよみたいなも誰も来ねえみたいなめっちゃあって <laughs> でなんかそういうのとかもたまに怒っちゃったりしてたんだけどなんかほんと長い年月をかけてなんかそれも乗り越えたりそういうのでちょっとイライラしちゃう自分とかいたんだけどもうほんと最近は自分丸くなれてなんかやっぱ そのネガティブなそういう怒りとかのパワーが全部悪い方向につながっていくから全部ポジティブな状態でやりたいなと思ってほんと最近はすごいそういうのもなくてみんなスムーズになんかそれ映像のこととか写真のこととか分かるようになってきたしでもなんか一緒にいることが多いんで結局プライベートもそうです 映像の脳みそだけだと出てこないインスピレーションをみんなにもらったりとか、うん、うそ音楽からの視点だったり一般の人からのうん、うん、なんかそういう想像とかをすごいもらえるからほんとお互いギブアンドテイクがめっちゃできてるって<ー>めっちゃ全員クリエイターっすよ。<や>ですよね。そそれこそアーティストとかか普通になんか 音楽やってない奴らとかも周りにいっぱいいるんですけどその何もない音楽だけを聞いたときにみんな映像の話するんですよこれこういう感じで撮ったらかっこよさそうだよねみたいな結構パッてさらっと言う人が多くてそれの頂点がこれなんですよこれを全部まとめる人がまとめるそういうことか一番うつ病って感じ一番うつ病一番うつ病 <laughs> そうなだだるくんで,んでアーティストとしてやっぱりその撮ってもらう側じゃないですか、はい、そういうのでどうなんですかどういう人がやりやすいとかいやでも本当もう身内っすよ基本はうん、うん、もちろんその例えばんすけど、はい、やっぱケンくんじゃない他のテイストもありだなって思った時はちゃんとそっちに振り切るしでもやっぱりなんだろう <laughs> その一緒にやってて、うん、やっぱ。 まあ、ケンくんじゃないとダメだなって思う時はもうガンガンケンくんに話して、うん、まあそれどうしていくかっていうのをずっと話してやるだけなんですけど今日はまずそう作った曲、うん、まあ今アルバムちょうど作っててはい、はい、まあもうほぼ終わっ,終わったんですけどそういうのをまずは聞かせます。 その裏にしても剣にしてもでどういう世界観が良くてまあじゃあどういうものがいいかっていうものを客観的にこの人たちから出してもらってそ自分のエゴと全部すり合わせてどうしてこうかっていうのをね基本話していくっていう感じですね。<laughs> やっぱでもこういうういいい世界観がっていうのは結構強くあるんでですかいやでもそれもバランスまあこういうのがいいって思った時に違うなって思ったら、うん、まあそこはお互いで合わせたり、うん、まあこうしたいとか思った時はもうそれで突き通してもらうしかないからそうそうそう<ー>そこはもうなんかほんと帳尻合わせてどうしていくかっていうのをちゃんと考えてきますえでもアーティストスどうすかやっぱ周りに撮ってくれる人がいるのはやっぱ全然違うっすか その裏にしても剣にしてもまあもちろん仕事でも関わるけどそれ以上にまあ普通にやっぱりなんだろう友達としてなんかその兄弟として変わってくれる分まあなんかねとがりすぎちゃう分もあるけどでもやっぱ言いたいことを何回も言ったりとかまあ言ってもらったりっていうもので本当にバランス取れてるかなって思うからまあなんか。 そうね自分がやりたい時はもっとことんこれがやりたいっていうのを言えばどうかなるかなって思ってるぐらいで本当にそれを客観的に見てもらった時にこっちの方がいいよって思ってもらったらそっちに振り切るうかえでもやっぱりなんかその作ってるさ、うん、お客さんクライアントとかとそのものづくりをする時ってっビジネスじゃないですか。そ、うん、そうっすねだかからなんかその 言い合ってできないし言い合っての喧嘩とかになったら次がなくなっちゃうとか結構あってそういうのを恐れてみんな結構ふんわり伝えながら作っていくと思うんだけどそれが正直にみんな言い合える中だと本当なんか無限に想像力が広がるしそうやってなんかしたとしてもそれってすごい幸せなことだなって自分はすごい思う。いいいやっすね でもみんな好きな文化とかってやっぱ一緒なんですか <laughs> そうすめちゃめちゃいろいろあるどういうなんかこれは合うけどこれ合わないとかあるんですか合う合わないはでもあるよねもちろんもちろんそれはあります俺はこの見た目でめっちゃパンクとか聞くしあそそうもうそもそもそういうなんか土台もあるからそれをじゃあ100%で分かってもらうことはないけどでも伝えてくわけよこういうのがやりたいしこういうの好きなんだけどみたいなみんなからもそうだしそれが合う合わないでさあってもそんなにもうしょうはないかな実際 いつも一緒にいると同じ曲聴いちゃいがちだよね。みんな同じ曲聴いてるしみんな同じファッションを見たりして。確か似てきちゃうっすねでも。ああそうだね。ある程度みんなでなんか本当にいいこといいこと。でみんな今マイブームみたいなあるんですかマイブーームムも っていうよりも俺はもうトラビス・コットが好きすぎてマジでマジで一生だもん一生一生だ一生トラビス・コットはでもあれどういうところからずっと聞いてるすかやっぱ高校生から聞き始めて今も25なんですけど17ぐらいからかなでも聞いててでもやっぱりなんかトラビスはちょっと大人になっていくにつれてどんどんよく聞こえてないなんかちょっと早すぎてなんかあんまり なんか追いつけなかったのが今やっとちょっとずつ追いつけるようになってきたようなアーティストそうなんだ俺はそうなんだそうなんだっやっとやっと追いつけるようになってきたわみたいなええ。トラビス・スコットはい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 何が一番好きなんです曲はトラビス・ス・コットちょっと古いアルバムえっとね あれ何のアルバムの「ロデオ」かな、うん、になっちゃうんだけど「90210」って曲があって、はい、それはなんか、まあ、郵便番号みたいなビバリーヒルズの郵便番号みたいなその名所の曲があってそれが一番好きなんですよね。でもそれがねすごいなんか音楽性強くて PV ももう全部そのなんつうのあれ人形がずっとさ歩いてる。 なんか人形のコマ送りみたいな深井そう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 トラビスの人形あるじゃないですか売ってるあー樋口あれの MV みたいな深井へー、ね、ずっともう映像ではトラビス出てこないんだけど<ー>もう人形がずっとワンコマワンコマずっと動いてく映像で、えー、そうそうすごいなんか時間かかってるしまあなんでそれを好きになったかっていうと俺の誕生日にタマダンスの MV が出す樋口そうだったで <laughs>、ね、もうそこからなんかフィールしちゃって<ー>もういろいろずっと去年とか一昨年もほぼ Spotify とかでさ年末大好きしましたみたいな俺0.05%のトラビス・コットユーザーって出てきてあじゃあもうファミリーだってなっちゃって勝手にねいや本当に本当に本当にでも別に俺はさ好きでずっと聞いてるだけだからでもその集計取られた時にホント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 にトにホントにトにホントにホントにトにホントにトにに 今だったらまあちょっとお騒がせかもしんないけどちょっとずれちゃうけどマシンガン・ケリーとかはかるかってそれこそ彼もパンク系ンそそううパクで、うん、まあそれも何でハマったかっていうと、まあ、なんかその自分の音楽どうしていきたいかなみたいな考えてた時にいろんな音楽聴いたんですよとりあえずジャスティン・ビーバーも聴いてたし端から端まで聴いてた時にまあ とりあえずスターディグろうと思って、はいけ、はい、てるスターたち、まあ、ジャスティンもそうだし、MGK とかみんなディグってて、で俺ちょうどパンクやっぱずっと好きで、やりたいなーって思ってたタイミングでやっぱ、 もう MGK がそういうさ、うん、もうヒップホップからもうそのまんま自分ロックのアルバム出しますみたいなうん、うん、でもそれチャート1位も取ってみたいな結構もうそれ飛ばされちゃったんですよ実際やっぱりそう振り切るのって実際むずいじゃんかそのいた場所から、ね、本当に新しい環境に対してまあでもマ、まあまあ、シンガン・ケリーとかだって多分後ろにいろんなさプロデューサーもついててそれがうまくいったと思うけどやっぱり。 それをやるって方が難しいなっていうのをずっとヘッズとして見ててなんかすごいファンになっちゃったっていうか,かそうなんだ、うん、そっかちなみにディレクターとしてこの人目標とかあったりす好きでもいいしジレジェンドずっと見てるとかでもいいしそれが一番難しい質問なんですけど、うん、あっそうなんだ目標はないけどリスペクトしてるそういうクリエイターいっぱいいて海外とかでいったらブラザーとかそれこそトラビス・スコットのあの 自分もめっちゃ好きなんだけど「あのバタフライエフェクト」とか「グーズバンプス」とかの,あのミュージックビデオ撮ってるブラザーっていう人でうとかあとコール・ベネットとかリリカレメンとかですかね。結構インスピレーションをめっちゃ受けるけど結局なんかそのヒップホップの。 曲楽曲のリリックとかと一緒で自分が体験したものがやっぱ一番、うん、でかいインスピレーションになるからそれ以外で作ると真似事にやっぱなっちゃうし日本でもそういうミュージックビデオいっぱいあるじゃないですか海外のインスピレーションでリファレンスとしていっぱいその使ってるとかもちろんそういうのもあるけど、まあ、根本の想像はやっぱ自分の体験したところから想像力とかもあるけど、うん、妄想して。 って感じですかねほ、えー、本当いつも楽曲聴いて、うん、目閉じて浮かんでくるものがやっぱり一番確かなアイデアかなっていうヤンヤンが来たら音楽をめっちゃ聴いて ひたすら聞いてそこでポンポン出てきたアイデアをメモ帳に書いてカットリストって作るんですけど何分何秒から何分まではこの絵を使いたいとか作ってはい、はい、それをまあカメラマンとかそのライティングしてくれる人とかにこう撮りたいってお願いしてやってもらってる感じ。どやっぱなどっから来るんですかあれなんですか,やっぱリリなんすかそれとも結構 ビートいやどっちもあるんですけど自分が一番得意なのはほんとそのメロディーとビートがあんまりリリックに左右されたくはないなって感じは結構あってまあもちろん大事なんですけどだから海外の曲とかってわからない言葉が結構多かったりするじゃないですかスラングとかもあってだそのなんか気持ちよさがすごい好きで言葉がわからないからこその音楽の気持ちよさだから日本語もあんまりその 言葉が刺さりすぎても作りにくかったりとかして、まバランスなんすけど。どうですか、ウ浦ン君はフォトグラファーで、はい、なんか好きな人とか。フォトグラファーで、はい。まあ、フォトグラファー,で,ーでもいいですよ。何でもいいですけど、アーティストのなんかインスピレーションになるアーティストなのか、ビジなのかインスピレーションとか僕も,ほもうほんと僕も一緒ですね、日常生活からって感じなので。 やりたいこととかも結構生活してる中であこのこんな感じ撮りたいって,って思ったらその次に案件に持ってってやったりとかはい、はい、まあでもあと写真は結構用意された場所で撮ることが多いのでなので本当もうその瞬時の判断じゃあ 例えばこの室内だったらこの室内でどこで撮るのかとかをその瞬時で判断して撮るってことがやっぱ多いですよね本当ウランの撮影時間めちゃめちゃ短くてあそう,なんだもう結構他のフォトグラファーの現場とか、はい、たまにそのビデオと同じ案件の時とかあるんですけどなんかやっぱ。 撮影時間がめっちゃ短くて集中力が本当短い時間で決めちゃうんで集中力ないんですよ集中力がありすぎる結構本当に長時間とかの撮影超苦手でだからスタジオの撮影現場入るときとかも基本じゃあ4時間5時間入らなきゃ撮れないルックとかを23時間で終わらせちゃいたいタイプなので長いと長いだけ集中が切れちゃうからパッパッてやれば。 やりたいタイプです。本当、はい、一点集中じゃないですけど。え、でも、最初フォトグラファーやるってなった時とか、なんか見てた人とかいないですか。いや、全くいないですよ。全くいないな本当。写真別に興味なかったので。あ、そうなんです本当に全く、むしろ最初カメラ始めた時とか。何者かになりたくて。うん、カメラがあったので、で、まあ、みんなもその声かけてくれたっていうのもあったので。なんか写真やってみようかなって。 で中だったので、うん、本当にカメラマンとしてのリスペクトがある方ともちろん今一緒にいろんな方を知ってすごいなって方がいっぱいいるのですごいみんなリスペクトなんですけど、うん、最初とか本当に全くなかったですね、うん、やってるうちに好きになっていったって感じですすげえななるほどなあのタロクンに戻るんですけどタロクンはなんかファッションはい 圧倒的に俺はすごい。行けてるっすか。行けてるだ。でいやでもそう,そうじゃないですか。マジで最高。かっこいいと俺それぐらい自分をエクスプレスできるのいいなってめっちゃ思うなんかファッションとかどういう風になんかあるんですかインスピレーションなのか。いやでもやっぱりいろんなアーティストから受けることもあれば、まあ本当にその仲いい人が作ってくれてるブランドとかをなんか最近は特にやっぱり推していきたいなっていうのはすごいあ。 で最近すごいなんか絵画のアーティストとかとまた違う企画でインタビュー受けたりとかした時もやっぱりまあ自分が着てる服に対してさすごいなんか「お前それ何?」みたいな言ってくることも増えてるんですよ実際。でもちろん俺はさ着てるだけだからまあ何とも言えないけどやっぱり。 もう目にしてもらった時点でやっぱりまあ同等っていうかやっぱ俺がこれを着てることでとかそういうインスピレーションもあるし基本はでも本当に好きな服、うん、本当にこの中のやつも知り合いが作ってくれてる、うんええ、フォトグラファーの人がブランドもやってて作ってたりとか全部基本はもうシルバー着けてるのも,もう好きな人が作ってくれたものオンリーとかーそうなん最近は特にね <I became> <laughs> え でもなんか最近本当に思ったのがやっぱりアーティストたるものやっぱりもちろん流行りもいっぱいあるけどやっぱり自分が好きっていうものをさ着てるっていう方がやっぱりお客さんだったり外にはすごい伝わりやすいなっていうのをなんかまあちょっとずつ感じててなんか。 そこをどうう見せてていいいくかっていうのはすごい重要でやっぱり別にさすごい有名なブランドだからとか関係なくてまあ誰がちゃんとそう着こなしてるかとかそれが一瞬でもかっこよく見えたらやっぱりお客さんとかはさまあそれに反応してくれるしまあそういうところをすごいなんか。 僕は意識してるかな、えー、すごく高すぎるものをつけないしはい、はい、いだけどやっぱりなんかそれ以上になんか魂が乗ってるものを基本つけるようにしてます深いなーいやーマジで、えー、いでマジでマジでえどっから組むんですかなんかパンツなのなんか一個、はいはい、それともなんかどういう今日のファッションは間違いなくでもこれもいつもずっと履いてるデニムなんですけどはい、はい、まあこれともうこのカーディガンをむしろメインでしか。 考えててなくで中にそういうなんかちょっとバンティーっぽい T シャツ着てみたりとかまあで普段着けないけどこういうデューラグ巻いてみてみたいな結構まあオリジナリティ本当に適当なインスピレーションばっかだけどもうその直感だけで全部組み合わせて基本やっぱパンツが多いかなパンツから全部もう上何着てくかとか靴そうパンツマジでパンツが重要です。 パンツ結構むずいなそそそううう結構ねパンツって見られにくい部分だと思うけど結局やっぱディテール作るのって結構パンツだと思うんでこれに関してもリメイクだけどやっぱりリーバイスだからもうやっぱりもうねリーバイスのデニムっていうことには変わりないけどそれをどう着こなしていくかとかもなんかすごいこういう感度高い人たちはいい皆さんはどうですかファッションとか。これはもう <laughs> <laughs> なんか確かに剣あんまり服の話したことない。<laughs> <ん>本当ですかえ <laughs> ぶときはでも本当に自分影になったときにその黒い影になったときにシルエットをどんな感じなんだろうって感じで形ですかね自分でも本当最近その海外行ったり来たり日本に帰ってきたり海外に行ったりすることが多いからとにかく服を捨てて軽くしてあそうなんだ。 私、ケースキャリーケースか、うん、キャリーケースにキャリーケースに入るだけ。<laughs> でもほんと持ってかせたりとか海外じゃこれ着てけよとかもやるしんそのバランスだよね結構だから服交換したりとかあそうなんだそう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 いいなでもそういうのそれが結構いい味になるわけよで変な話だけどこいつは勝手に撮影で俺があげた服とかをキャストとかに着せちゃうわけよちょっと寂しいなそうそれを後から知るわけじゃんその何日かとかね 一人でこいいつさみたいなもう何を何,う何を考えたのか分かんないけどもう一番美人なキャストに着せちゃってみたいな <laughs> あそれでお前編集しちゃうんだみたいな。<laughs> <laughs> バカエモいじゃんみたいなやりとりをやったり、そう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 、結構気がちよね。まあ嬉しいよ実際。そうそう本当にさなんかそう回してる服だからさ、別になんか本当それでしか終わんないけど、例えば映像なってまあ写真もそうだけど、そのクリエイティブになってき使える瞬間があるんだって思わせてくれる反面、やっちゃってね、やっちゃったよね。やっぱ基本もうネクなんで、もう家からでない。そこ家からでない。 く <laughs> どうかと関係なくねそその話マジでれはシャバイ <laughs> い最高最高最高。最高最高 <laughs> ね、おもろいだ。そう,そうそう。そう <laughs> やっぱり一番大事なのは気持ちなんだ。<laughs> 気持ちやです。すべ、うん、て気持ちから。気持ちそうそう。でも客観的にそう見たときに、やっぱりなんかさ、はい、そういう瞬間にそうやってパって渡せるこいつもめっちゃ男だなって思うし。違う。でもすごいなんかかっこいい絵をさやっぱ常に撮ってる人間がさそういうのやってるのをさこう。うん ファミリーとしてもヘッズとしては見ててやっぱりなんか深いなそうなんだえどうですかン君はファッションとか僕はもともとアパレルなんですよそうなんですかアパレルだ23年ずっとアパレルやっててほい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 で辞めたんですけどまあいろいろあっていろいろあってそういろいろあって辞めたんですけど結構やっぱり僕はファッション好きですねへえめちゃめちゃ MV とかを見ててもスタイリングをまず 見ちゃうしんかそれこそクラブゴールドで育ってヒップホップから入ったんですけど<の>今はファッションの仕事のが多いんで<ー>ファッションの撮影が今メインですねっどっちかっていうとそうなんですね,そうですねファッション撮る時のなんか意識してることとかあったりするんですかやっぱ見せ方やっぱ写真撮るってことはそれめっちゃ重要なのかみたいな気か,か要はい全然違いますアーティストを撮るのとファッションで服を撮るのとでは全然求められてるものが違っちゃうのでどう違うんですか やっぱファッションだと服を見せるのがメインになるので確かにじゃあ例えばいじりすぎて質感で服の色が変わっちゃったりとかもよくないじゃないですか確かに確かにそのギリギリを攻めなきゃいけないのがファッションだけどやっぱアーティストとかそのアーシャとかジャケシャとかはクリエイティブで何でもできるのでそういうところで結構じゃあぶっ飛んだことができたりとかファッションだとやっぱりいろいろ限度がある中でやらなきゃいけないこと,ともちろんクライオン アントによっては全然好きにあウラン君のやりたいように撮っていいよとか言ってくれるところもあるのでそういった時はもう思いっきり自分らし出していくんですけどやっぱ出せない時もあるのはあるのでそこが難しさではありましたけどでもやっぱ楽しいですね服が好きだめちゃめちゃ楽しいですこれって話していいのかどうぞ一旦しておきましょ今年ティンバーランドが50周年なんですけどあそうなんですね本国本当本国の 50周年のドキュメンタリーを作るんですけど制作に携わることになってマジっすかパー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 ーパーーパ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  で、もし他にティンバーが写ってる写真があるんだったら全部送ってくれと。<ー>で、その権利を交わしてくれっていうメールが来て。そうですね。ポポうまくいけば。うまくいけば。全然まだまだ。まくくすげえだ。でも、なんかそういうのも本当。全然そういうのにつながると思わないで。インスタに載せてたもの。確かに。引っかかって。そうやって本国から仕事が来たりとかも全然あるので。 はは確かに、ね、そうですね、海外をメイン視野に入れながらやっていきたいなと。え、でもそれで言うと3人とも海外やばくないですか普通に。だって、ジュニアチョイ取ってたんですか、ね、なんか僕もそれ、はい、本当、チョイから DM で直接来て、はいあ。DM で直接来たんす、DM、で,たんす,よでたんすよ。なんか今日本いるみたいな感じで来て。はいはいはい、マジですかで、いるよって言ったら、レッツシュートみたいな。マジそのノリで取ったんですけど、まあ本当、 僕多分それが初めての,の海外しっかり活動してるアーティストの MV で結構緊張したんですけどすごい自分の中で絶対にやっとこうと思って結構まあ無理して低予算の中やらせてもらってでも本当それがなんか自分の第一歩になったんでこれから本当その海外でこれからその。 いろんなラッパーとかアーティストだったりファッションのビデオとかっていうのを撮りたかったからすごいいい一歩でしたね。で一応目標としては来年にエルウェイに住みたいと思ってそこで住んでゴリゴリにかまそっかなと思ってやばいっすね今初めて聞いた初めてじゃないですけど初めて聞いた気がす宣言師とかないとそう確かにそっかすげえな2024年。 2024年にイエスサイー今家に俺らの家ができますそうです<ー> <laughs> なので行くだけですね全員そこではいはいはいあのビザ取りまくっていいですね,僕らっすねやっぱその日本…日本もめちゃめちゃ大好きなんですよ東京っていう街とかうでもやっぱりそのインスピレーションってすごい なんかほんといろんなところからこう固められてなんかこう制御されてる部分がたくさんあったりしてとかでまあ予算の面とかもあるしまあ1回、その海外でこんなそのちっちゃいアジア人が何できるか分かんないですけどまあ1回やってみないと分からないから。 本当でなんかいろんな国から DM とかでサポートしてくれる人とかアーティストからとか連絡もいっぱい来てるんでいなそれをとりあえずしらみつぶしにやっていこうと思って本当に結構ちょっと遅くなっちゃったんですけど行くのがでもすげえっすわいやいやいやでもねみんな来るっしょこれからもう海外行きたいですねやっぱり外で活躍したいですね来週行きますもんね 来週来週来週行きます。二人で二人で。来週ちょっと行きたいんですけど。行けない。けないか。予算の関係。そうですよね。病んでます。やん。行けないことにめちゃめちゃやんでます。そう。えでも LAD に撮るんですか？LAD 撮れます。次のアルバムの。ああそういうことか。なんかそれこそそういう MV 撮ろうって話になった時に、なんかそのいつもあるその予算を日本で使うよりも、確かに。絶対あっちで使った景色とかもいいし、はい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 。その。 ただるだけででもも違うのじゃないすかだから絶対行こうってなってほんとまあいい意味で苦渋の選択だったけど目標でそっちに振り切ってもうギリギリまでやれることやろうよっつんで来週やほとここ3日前ぐらいから決まったもんね多分あそうなんですかここもうすぐじゃあ行こう今週の日曜行こうとしてるんで チケット取ってもらっててももらでまあそんぐらいしないと何だろうやっぱりインディペンデントで何だかんだ俺たちはやってる中だからやっぱりそこのチョイスをさもちろん失敗しちゃうこともいっぱいあるけど、うん、まあできる限りね、うん、いいチョイスをできるようになんかみんなでやれてるとは思ってるからすげえなでもそれでいうとあれっすよね誰くんあれなんかこの間あれデザイナーの方かな,なんか,かインスタグラムで見たんですよねじゃあ誰だ イアンディオールスかイアンディオールイアンディスえっヤバくなかったっすかびっくりしたっすねやばかったっすね俺もともと好きでしかもそのあったんすよ実はでも会う2週間ぐらい前に実は DM 入れてたんすよこれもほんと変な話だけどそうで会えるなんて思ってなかったけどなんかそういう雑誌の企画でたまたま彼が日本来るっていうタイミングでそのインタビュー <laughs> こういういに実はインタビューさせててもらっでウランも実は同行してもらって,て、えー、ウランが全部写真を,を撮ってもらってはい、はい、で僕が今そのアルバムで携わってもらってるプロデューサーがいて、はい、それを二人連れて僕と、まあ、こういう感じなんですけどはい、はい、でここにイアンがいてもらって、はい、みんなで話したり、えー、でアフターパーティーそのメインのライバー行けなかったけど、はい、そのアフターパーティーとか連れてってもらって結構。えー なんだかんだ高め深めさせてもらえたすごかったよねすごかったマジで彼とかも結構パンクのパンクなのかなんかポップとかギターテイストもあるしそうですよねあれ見たと俺ビビったすげえなファッションもすごかったですよねファッションもすごいそれこそイアンがこのデニムノーマスのデニム見て結構くらっちゃって実は GMO のライブでもノーマスのそのデザイナーからパンツ多分 まあいただいたのかわかんないですけど来てそのままライブして出す。やば。やばいっす。すごいな。そう思うとやっぱり日本うん、うん、俺たちこう日本で活動していることもすごいプラスだなって思うんですよ、うん。確かに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 なんか。 その日本人のやっぱ職人派だというかファッションに対しても音楽に対してもすごいなんかそういうところをこう外から来てくれた人がすごいリスペクトしてくれるっていうか今までは俺も今もそうだけどやっぱ海外にすごいなんか憧れを抱いちゃったりとかする中でやっぱそういうのを聞くともっと日本をなんか上げていかなきゃいけないなっていうなんか気持ちにさせてもらえたっていうかガイターたちのおかげで。 わあすげえな、やっぱもうやばいっすわ。やばいっす。俺はもう話聞きながら食らっちゃってる <laughs>。いやすごいっす。みんなさん。いやいやでもなんかそれをちゃんとチームでやってこうやってじゃあさあ一緒に今後もやっていく中でそれをなんかみんなでパスしていくっていうのがすごいいいことだと思うんすよ。うん、なんかこの縦じゃできないこと。確かに確かに。もう全部横でやるっていう中ですごい大事なことうん、うん、だし、それはずっとやってきたことじゃん。うん、そ,うそうそう。うん、だからなんか。 すごいなんだろうね、うん、まあいろんな若い子たちも出てきてるし俺たちもどんどんこう年も重ねていく中でやっぱり俺たちがちゃんと持ってい,いなきゃいけない部分はちゃんとちゃんと持って。 それを下の子たちにも理解してもらったり、上の人たちにも理解してもらったりとか、まあそういう動きをなんかこれからもずっと続けていけばいいかなってすごい思うっすね、俺は。海賊っすね。<laughs> 海賊だ。海賊海賊ワンピース。ワンピースで、<laughs> <laughs> もう本当なんか空島編って感じ。<laughs> <おー S 2> みんな飛ばされ。 飛ばされて、かしかないけど。俺もあんまわかんない。であ、わかんないんだ。でも、いいなと思って。だかみんな飛ばされて、成長して、また、ま集まる。そうね。なるほど。それが毎回繰り返されてる感じで。はい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 。その、やっぱ。みんなでいるのって、すごい楽なんですよ。やっぱ、グループとか。頼れるし、でも、やっぱ、一人一人が強くならないと、もう、本当。弱っちいね。そうね。あの。 本当慰め合いみたいになっちゃう。一人一人が戦って、で帰ってきて、その。 覚えたた技を披露すするみいいいいいなっねでもやっぱこう高め合える仲間をいつつその中で自分たちがやるべきことをやって海外で戦ったりとか違うとこ自分でやったりとかして戻ってくるみたいななんかやっぱそれが強さなのかなっていういや本当にねやっぱねずっと一緒だからさっきも言ったけどやっぱり本当に甘えちゃうからまあそれは別に悪いことだとは思わないけどでもやっぱり例えばじゃ誰かが一歩行った時にやっぱり追いつけないぐらいのマインドじゃ絶対よくないし。 そこは常に自分分が高めていいいかななきゃいけない部分だと思うそれが自分が一歩先に進む時もそうだしなんかそれをちゃんと触発できる仲間たちがいて、うん、その中でやっぱりそれができるっていうのが一番幸せかなって伝ってくるっすもんやっぱ話しててもうん、うん、本当にみんな一生決めてて、うん、やっぱ仲いいからやっぱすごい助け合いもできつつ。うんうん お互いいが力を高めてみたななんかすげえんか関係性がうらやましたそれが別にラッパーだけじゃないからやっぱりそういうのが本当いいグルーヴを生むって思うんだよね確かにウランがじゃあ違うところで撮ってきた写真をみんなインスタ越しでも見てやっぱりそれに食らうしだからじゃあなる「あウランあのじゃあ俺たちもこうやって撮ってよ」とか言えるしケンもそうそうやって空いたり撮った後にじゃあ俺たちもこうやりたいからこうやってまあちょっと追いかけにはなっちゃうけどでもそれでどんどん超えていけると 思まあ俺たちプレイヤーはとにかく最高の音楽を作り続けてこう横にいてくれる仲間たちをぶちぐらせて次のそのステップに進んでもらうための動きをしてもらうっていう感じだからずっと悔しいっすねむかつくけどい嬉しいけど昔。嬉しいけど悔しいの感情がいつもですね競争いい意味で競争なんでしょうね多分にそういうことっすよねはい いやもう競争があるからお互い多分マジでね、悔しいだろ本当に自分なんかオーストラリアに住んでたんですけど、なんかオーストラリアに住んでる時やっぱヒッピーになりがちなんですよ。そう、そのマインド的にももうもう本当に天国みたいな感じなんで、もう何のストレスもないし <laughs>、その道でいろんな人が友達になってよくしてくれるし、何も頑張んなくてもいれるんですよ。でもそういう時にもう本当うちのその曲。<laughs> 秀吉,とかい秀吉の曲とか聴いて俺が一番聴いたのは「強欲」って曲があるんですよ「秀吉」でやっぱヒッピーってよくなくなってくるんで強欲って曲を毎朝聴いて <laughs> めっちゃ寒い気持ちでもう朝チャリ走るみたいな <laughs> そうなんだった、えー、そんな日々だったです、ね、ど,うどうですか みんなさんつないこだいですか？ない。つこだある。あるですか？ある。どこに住んでたんですか？俺はアメリカ。アメリカ住んでたんだ。アメリカ住んでた。やば。どこですか？俺はニュージャージーとかなんだけど。ニュージャージーだ。なんなら中学生の時本当に頭悪すぎてその東京の学校行けませんってもう中学生の僕に先生が言ってきて。そうなの？そうそうそう。で泣く泣くその今お母さんがね母が そうニューージャーで住んでて、うん、うんもうちょっとそういうものを助けてもらって <laughs> そのまんまアメリカに渡米した 1>, やば1年ぐらい。えー、それでローカルの普通ハイスクール行って、うん、みたいな。うん そうなんだ全然しゃ喋れなかったけどとりあえずバイブスではやってたけどそで結局なんかお母さんとちょ調子悪くて帰ってきてラップも始めてそう日本の学校も一回行ったそういう感じだったんだアメリカの生活も俺もアメリカにいたから俺は西の方だから LA の方だからちょっと多分ニュージャージー行くのもだからちょっと違うと思うんだけどでもそうなんだオーストラリアどうなんだ オーストラリアはなんかヘルシーな感じいろんなとこに行ってていろんなとこた結構旅してた感じであ語学とかももっともっとなんか詳しく喋れるようになりたいしうん、うん、そういうのが終えてからアメリカにちょっと行こうかなみたいな,なだから一応来年にしてる,てうる、ね、そうですそうですなるほど、ね、今年は修行の年なので今年,修行の年だ最初、えー、去年 ファーストアルバム出してそこからもうすぐなんか勢い作り始めちゃって2枚目が思ったより今1年以上かかったんだけどそやっと最近できたからそれをもうすすぐリリースしますでまでそのスタートとしてちょっと一緒に今回そうミュージックビデオだったりでちょっと新しいとこ行ってそうそううちょっと新しいやっぱ自分を出していきたいなっていうので頑張っていこうかなって思って。 楽しいです。いやマジで結構いい感じマジ。いい感じ。えどうなの？LA もう結構プランしてんの？ここ行ってこことか。全くしてない。俺なんか取材がないっす。いやそれがなくないんですよ。取いがない。なんかだからいいロケーションとかってめっちゃ教えてもらいたくてそれをこの撮影が終わったら話そうかなと思って。ああ話しました話しました。俺ちょっと LA 行ったんでそこわかるっすよ。俺多分。はいはい確かに最強だ。俺もちょっとだけいたんですよ。え l それはいつぐらいですか？ 18と,か18とかだ、うん、でそれは確かにそうっすねでもその時にもうほんと初めて LA 行った時から絶対ここに住もうって結構固く誓ったっすねーえー、ええその前は別にビデオグラファもともとそ,そのビデオ始めたのが、うん、<laughs> そのなんかパルクールっていうスポーツがヨーロッパ発祥の、うん、なんかあのビルとビルを飛んだりとか宙返りしたりとかするやつでそれを 高校ぐらいの時にはまりだして本気でやっててなんかもうレッドブルとかスポンサーに絶対つけるとか思ってマジでやってたんですけどなんか高校の時に彼女できちゃってその彼女もちょっと尽くしすぎてルルクールできな,くなっ,ちゃってでもその時なんかスケーターみたいにパルクール自分に撮ってて編集したり撮ったりしててそっからこうやっぱ。 バルクールってその BGM 映像の BGM がヒップホップが多くて、なんかそこからヒップホップとかロックとか洋楽をすごい聞くようになって、そこからたまたまクラブとかで遊んでたら、なんかチャリさんとかそういう人たちと仲良くなって導かれたそういうことなんだ。そういうあれだったんですね。チャリさん、チャリさん、こっちか。結構チャリさんと仲良くいいんですか？チャリさんですよね。なんかいろいろ。 やってた昔から結構やってるし本当にお世話になってるヤ今会っても結構一緒に<う> 壊れちゃうから。壊れちゃう。壊れちゃう。なんなチャリ君ち止めてもらうこともあるし、そうそうそう。結構ね、チャリ君お世話になってます。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。チャリ君はマジ優しいよ。マジで、マジで、超スター。マジチャリ君は超スター。でもやっぱ、俺もアメリカいる時とかも思ったんだけど、やっぱそのアメリカ人とか、やっぱ。日本の前に東京みたいな感じなんですよ。なんか。 でもなんかやっぱ海外の人とか東京に憧れ、もう結構すごいあると思うんだけど。でもなんかやっぱ、ザー観光地みたいなところを、みんな知ってると思うんだけど。なんか東京のなんか、隠れ場スポットじゃないけど、なんかこういうところいいよとかあったりする。<laughs> え、<laughs> バッチョ?。違う。隠れが過ぎだ。クラブハーレム。それクラブハーレムだ。クラブハーレムいけない。クラブハーレムやばいっすね。どこだろうね。いいの、でも最近行って、良かったのは、それこそ新宿の新宿御苑。っていう、なんかすっごい大きな。 有料公園みたいな有料のお金観光地だっためちゃくちゃでもよくないなんかめっちゃさそのオーバーって感じあれあそっか分かんない俺今めっちゃなんかディープな感じかと思って話していやでも俺分かんない新宿御苑分かんない何かほんとそう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 なんだいやでもなんか俺はなんか渋谷 のスクランブル交差点あとはスカイツリー東京タワーあっどこだとかえどこが調子いいかもお台場も調子いいお台場って結構確かにあなかもしれない確かに確かにお台場はまあでも調子いいよ調子いいよめちゃめちゃいいんだそうそうそうフジテレビとかって まあ <laughs> それぐらいだけどとりあえずなんかすごいチュレスポですお <laughs> そうだね <laughs> 東京のねぜひぜひあとどこだろうめっちゃコアな東京っつったらどこのねまあ三茶上の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  っていうところがやっぱすごいかな。すげえもう朝から酒飲んでるやついるし、<laughs> おじちゃんとかが。なんだ。でなんかすごいなんか古着屋もあるし、うん、そういうさあの偽物のお店もあるし、うん、なんかなんでもあるけど。うん うん上野はすごいなんかカルチャー感じる場所だなってええあ,あの上野ってあれなんかアメ横じゃないくてそうそうアメ横アメ横だ行ったっすわめっちゃよかったあそこそうあそこらへん結構なんかすごいカルチャーあるしなんかまあそうやって朝から酒飲んでるやついるからやっぱすごいドープだったあおらえおおら確かに確かに <laughs> そっかそっか やっぱ海外の人連れてきたら秋葉原とかそうだね、秋葉とかもやっぱり思うかな、そっかまあでもちょっとまあまあ楽しい時間も1時間以上過ぎてるからあっという間だったですけど、いやいやいや、ありがたいです、ありが最高、最高、最高、最後、大丈夫ですか、言っときたいこととか大丈夫です、いやとりあえず俺たち、マジ、こっからぶちぶちかますんで、皆さん、もう目離せないぐらいになっちゃうと思うんで、これからもチェックお願いします。しお願いいますととうこで今回はね トランク、誰君、ケンハラキ君、みんな来てもらいました。本当にありがとうございます。した。はい、これからね活躍もお見逃しなくということでね。はい。い、ろんなところであの皆さんのお顔とかね、あの仕事見事になると思うんでね、ぜひぜひチェックお願いします。およろしくお願いします。最後にストレアブしましょう。オッケー。ストレアブでしましょう。せーの、ストレアブ。マジで？ということ？このストラビスコットの、ストラビスコットの関係語ですか？オッケー。いよいよか。さん やばいよマジでいかれてるいかれてる。い <laughs> いやいやありがとう